恋する小惑星は、クロウによる日本の4コマ漫画。高校の地学部を舞台に、小惑星を見つけたいという夢を持った、主人公と、その周囲の地学系女子による青春物語。漫画タイムキララ、キャラットにて2017年3月号から連載中。略称は、恋アス。高校の地学部を舞台に、小惑星を見つけたいという夢を持った、 主人公とその周囲の地学系女子による青春物語。もともと漫画タイムキララキャラット2015年8月号から9月号にかけて全2話の読み切りとして掲載された著者の商業デビュー作織姫ナンバー2が好評を博し、その後別作品の掲載を経て同志で連載を持つことが決まった際、織姫から高校の地学部が舞台という題材を引き継いでリメイク。 したのが本作である。前作、織姫の登場人物の一部は、著者が高校時代に溜まり場としていた地学部の部員をモデルにしていたが、本作では、織姫から登場人物や設定が一新され、少女たちが明確な夢や目標を持って、それを叶えようとする物語性が重視されている。前編を通して地球科学を題材にしているため、作中では、 天文学や地質学に関する雑学が多く見られる。地学や地理学に関連する実在の施設を訪れる場面もある。物語開始時点での劇中の年代は、連載開始と同時期の2017年であると設定されており、明確な日時の描写がない場面にも詳細が日付と時刻が設定され、月齢や星空の見え方などに現実に起こった。 天文現象が反映されている。さらに、劇中2年目は2018年であると設定されており、現実の連載の執筆時期に関係なく、また同じ2017年を繰り返すわけでもなく、1年ずつ年月が進んでいくという体裁になっている。著者のクロウは、地学部に在籍していたという自分自身の部活動の、 経験について放課後に遊んだりお菓子を食べたりする場所を確保するために配分になっていた地学部の部室を乗っ取るという友人のくわがてに乗っただけで遊んでばかりいた部活動の実体験が漫画へと反映されている部分は少ないと10回している。また、クロウ自身は地質学など天文学以外の地学分野には明るく、 なく、連載が始まって以降に調べながら描いていると語っているが、天文学にはもともと興味を持っており、また、筑波市の高エネルギー加速器研究機構で広報の仕事をしていた前歴から資料を調べて多数の人々に正確な知識を伝えることを重視していると語っている。クロウは本作を学習漫画として描いているつもりはないとしているが、 いろいろな分野の学問がつながっていることを本作で描くことを目標にしているという。幼い頃、町のキャンプに参加していた木の旗ミラは、青と名乗る同じ年頃の子に出会う。ボーイッシュな外見の青男の子だと勘違いしたミラは、二人で星空を見ているうちに、自分と同じ名前の星があること、青という名前の星がないことを知り、いつか二人で新しい小惑星を発見し、 その星に青の名前をつけるという約束を交わして別れる。時は流れて2017年、星崎高校に入学したミラ。大切な思い出となっていた幼い頃の約束を果たすために天文部に入部しようとした彼女だったが、その年から天文部は地質研究会と合併して地学部となっていたことを知りショックを受ける。宇宙の側から見れば地球の地面も 天体の星も同じだという解釈に納得し、仕方なく地学部の門戸を叩いたミラであったが、そこで一緒に小惑星を見つけるという約束を交わしたマナカ・アオと再会する。アオが女の子であることを知って二重の衝撃を受けたミラだが、アオもまたミラとの約束を大切に思っていたことを知る。こうして、天文班の先輩である、森のマリ、地質班の先輩であるイノセマイ、井の狭い。 桜井美景らと共に、ミラと青が地学部での活動をスタートするところから、物語は始まる。当初は、互いの活動に、知識や関心がなく、気風も異なっていた、天文班と地質班だが、学校外での実地調査や屋上での天体観測、合宿など、行動を共にして、それぞれの専門分野を教え合うことで、互いの分野に詳しくなっていく。 ミラの幼馴染で料理に詳しい鈴や萌やミラの姉で生徒会長を務める木の畑美さといったミラの身の回りの人々も部員とはならないもののミラを通じて地学部の活動を支援する小惑星を発見するというミラや青のような高校生にとっては雲を掴むような目標もミラと青の入部道期を聞きそびれていた古問の遠藤美幸が学生の頃に 高校生に向けた天体発見のワークショップキラ星チャレンジに参加した経験があることを思い出したことがきっかけで来年度のワークショップに参加するための選抜に合格するという具体的な目標を得る。やがて季節はめぐり、地学部が発行している解放キラキラの出来をめぐって対抗意識を持たれていた新聞部を味方へと引き込み文化祭では 前年度にはめを外しすぎて怒られた天文部と真面目すぎて人が寄りつかなかった地質研究会の出展内容を接中して取り入れることでまずまずの成功を収めるがその後は部活動を引退する3年生たちの進学問題や進級と同時に引っ越しすることが決まった青の家庭の問題などが影を落とす青は引っ越しのことを誰にも打ち明けられずに悩むが 最終的には、皆が知恵を出し合い協力し合った結果、大学進学のため実家を出ていくミサの部屋に、青が居候補させてもらうことに決まり、ミラと青の同居生活と、地学部の2年目の活動が始まる。2018年、同居を始めたミラと青が、高校2年生に進級し、進学を危ぶまれながらも、大学受験に合格した心理と美形が去った。 地学部では、舞が二代目部長に就任し、気象学に関心を持つ七海優と、美系の妹である、桜井千景を新入部員に迎える。やや危なっかしい様子を、後輩から不安視されつつも、ミラとアは一年間で地学の知識を深めており、小惑星発見という夢の実現に向けて、沖縄県石垣島で行われる、キラ星チャレンジの書類選抜の合格を目指す。 二人で努力を続けた結果、ミラは、キラ星チャレンジの選抜に合格するが、青は、先行漏れとなる。一緒に参加できないことで落ち込む二人だが、諦められない青は周囲に迷惑がかかることを承知の、上、旅費を苦面して、独断で石垣島に乗り込み、熱意に折れた主催から特例で見学者として、認められる。三日間の日程で、他の参加者とも親密になり、 最終的には小惑星を発見して、青の名前をつけるという目標こそ叶わなかったものの、ミラは自分たちの手が本物の小惑星に届いたという実感を得て、様々な分野の学問を内包する地学の可能性の広さと小惑星を見つけるという目標を叶えた先にある自分自身の将来の夢に思いを巡らせる。物語は二0十七年春の出来事という設定で始まり、 その後第3巻第32話以降で進級、進学が行われるなど、年単位の時間が経過するが、学年は登場時のもの。恋の孔はテレビアニメ版の声優。テレビアニメ版では、出演声優が気持ちよく演じられるようにという配慮から、登場人物には可能な限り、名前が設定されており、原作では名前で呼ばれる場面がなかったゲストキャラクターにも、 フルネームが設定されている。テレビアニメ版では、各アイキャッチが、登場人物の誕生星座12宮をモチーフにした、王道12星座ものとなっており、原作では、誕生月や、誕生星座が明らかではなかった人物も登場する。テレビアニメ版では、地学部部員の身長と誕生日が設定されている。主要な登場人物には、イメージカラーが設定されており、テレビアニメ版では、 各登場人物の瞳のハイライトに、その人物と関係が深い登場人物のイメージカラーが配されている。主要登場人物たちが所属する高校のクラブ活動として、地球科学全般の雑多な学問を扱う部、物語開始年に天文部の地質研究会の合併によって設立された。萌えからは、ごちゃ混ぜは地学部の売りと評されている。先輩後輩は毛隔てなく、 ニックネームで呼び合う間柄で、劇中ではあまり本名で呼ばれない。物語のテーマ上、登場人物全員に将来の夢や目標が設定されており、それぞれの夢に向き合うサブプロットが用意されている。原作、第2巻第17話から登場。地学部の上の木材橋の真上の部屋に部室を構える部。原作では、生で呼ばれており、単行本、 第二巻の人物紹介でも名が明かされていなかったが、テレビアニメ版のエンドクレジットで、フルネームが明かされた。原作、第二巻第十九話、第二十一話に登場。新聞部の宇佐美に担がれて、文化祭の準備で天文物地学班のボーリング調査に、労働力を提供する。原作では部員たちの名前が明かされていなかったものの、テレビアニメ版のエンドクレジットでは、マネージャーと、 男子生徒二人の名前が設定されている。この同僚。原作では登場人物の父母、祖父母などには名前が設定されていなかったものの、テレビアニメ版では登場エピソードのエンドクレジットでフルネームを確認することができる。ミラとアオの家族後に、アオの住み込み先にも、ナルミラの家族とアオの家族、スズヤベーカリーモエの家族たち、その他の家族、 キラ星チャレンジ関係者、劇中2年目の原作第3巻第35話から第37話にかけて登場。沖縄県石垣島で毎年開催されている設定の小惑星発見のための体験企画、キラ星チャレンジの関係者たち。ミラが選抜に選ばれ、青が飛び入り参加する。高学班のメンバーの2人、及びアイドルのアマネネオンには原作での登場時から、 フルネームが設定されており、他の大人たちもテレビアニメ版でフルネームが設定された。その他主要登場人物らが通う高校には、星崎高校という学校名が付けられている。テレビアニメ版では、最寄り駅として星崎駅という駅名の駅が登場している。劇中では、登場人物が住んでいる具体的な地域のモデルは曖昧にされており、読み取れる形で、 外区表示板が描写されている場面でも描かれているのは架空の地名である。ただし、劇中における主要登場人物たちの日常的な行動範囲に登場する店や商店街は埼玉県川越市や茨城県にある実在の店舗などをモチーフにしていると言われる。本作の主要な舞台となる星崎高校地学部の部室は学校の裏手の奥にある隙間風の入る 古びた文化部棟の1階に所在し、文化部棟の隣にはトイレの建物が建っている。2階の地学部の真上の位置には新聞部の部室がある。なお文化部棟の外観は原作とテレビアニメ版で異なる。前年度までは天文部と地質研究会であった部が合併し、物語開始年の4月に設立された。地学部が発足した当時は、 気風の違いやメンバー間の対立があり、ギクシャ尺していた名残から活動分野によって天文班、地質班に半分けがされている。これらの対立は共同活動をあえて増やしていくことによって次第に解消され、半分けは単なる部員の興味の対象を示すだけのものとなっていくが、そうした発足当初からの共同活動の一環として、地学部では 活動内容を紹介する解放、キラキラの発行を続けている。当初は、活動内容が分かれていた、天文班と地質班が共同で何かをするというのは、木の旗ミラの提案で、共同活動として、解放を発行するという提案は、意の狭いからのもの、解放の使命は、真中青による命名。使命には星も鉱物もキラキラしているという意味が、込められている。解放。 キラキラは妹の活動内容を気にしていた生徒会長の木の畑美さによる大々的な宣伝もあり、劇中では充実した内容が生徒から好評を博しているとされ、隣に置かれている校内新聞の読者数が落ち込んだ際には新聞部から対抗意識を持たれていた。地学部で使っている天体望遠鏡はビクセンのポルタ 2K 大と A80MF 共同のセットで、 原作ではメーカーロゴや製品名が消されて描かれているもののテレビアニメ版では共頭と課題に判読可能なメーカーロゴや製品名が書き込まれている。なお A80MF とセットで販売されているポルタ2は操作が簡単な入門機という位置づけの課題だが長時間の観測では地球の時点に合わせて縦軸横軸を手動で微調整し続ける必要がある。 経緯大式課題のため、劇中では、追尾がより簡単な赤道儀式課題や、コンピューターとモーター駆動により自動導入、自動追尾を行う、機能のついたものなど、より高価な課題を羨む場面もある。原作第1巻第11話から第13話、及びテレビアニメ版、第11話では、地学部の合宿先として、茨城県つくば市に実在する、地質標本館。 つくば宇宙センター、地図と測量の科学館といった施設が実名で登場しており、テレビアニメ版ではこれらの施設が取材協力としてクレジットされている。原作単行本第1巻の巻末ではこれらの施設について劇中で語りきれなかった内容が取材こぼれ話として掲載されている。原作第2巻第25話では意の狭いが、 私学オリンピックの予選を受ける場面があるが、著者の苦労は、単行本、第2巻後書きの取材こぼれ話で、原作で、予選会場となった大学は、各都道府県に複数ある会場のうち、秋田県秋田市にある会場を取材したと明かしている。著者が取材した会場の参加者は5名であったが、別会場の参加者は、例年130名程度が参加しているといい、劇中では、 大勢の参加者が会場にいる描写となっている。なお原作とテレビアニメ版では会場の描写が異なる。原作第3巻第35話から第37話にかけての小惑星発見の夢を叶えようとする主人公らが沖縄県石垣島を訪れるエピソードでは実在する天文施設であるベラ、石垣島観測局、石垣島天文台が実名で登場する。 劇中でミラ、アオが参加する、キラ星チャレンジ工学班のメンバーは石垣、島天問題の無理か武士望遠鏡を使用している。続く、第38話では、立島を巡りとして、入表島、湯部島、竹富島各島の観光名所や、石垣島小入道、カビラ湾を訪れるエピソードが描かれている。なお、主人公らは、原作でも旅客機で石垣島に到着する描写に、 なっているが、テレビアニメ版第10話では、パイノ島石垣空港が実名で登場しており、取材協力としてクレジットされている。単行本表紙カバー扉の目次には、雑誌連載時には書かれていなかった格話サブタイトルが付けられているが、原作サブタイトルはテレビアニメ版には反映されていない。単行本表紙カバー下には、鈴谷萌絵を主人公にした書き下ろしのおまけ漫画、 すず、ゼットリサーチが連載されている。第1巻、第2巻には、後書きとして、著者の取材こぼれ話を紹介するレポート漫画、旅する小惑星が掲載されている。旅する小惑星はアニメ化されないとされていたが、テレビアニメ版のブルーレイ、DVD には、本編の主要登場人物を演じた声優が、出演する、実写版が収録される。単行本第三巻には、 本作の原点的作品である著者の商業デビュー作、織姫ナンバー2が収録されている。原作第1巻収録の第1話から第4巻、収録予定の第38話までを描いたテレビアニメが2020年1月から3月まで ATX 他にて放送された。また、同局にて、各話放送後にミニアニメ、キラキラ増刊号が放送され、YouTube でも 各話放送後に1週間限定で配信された。原作者の黒によれば、漫画タイムキララキャラット2017年7月号掲載の第5話の時点ですでにアニメ化の打診があったとされる。第27話を掲載した2019年2月27日発売のキララキャラット2019年4月号で、アニメ化が発表された際には、連載開始からアニメ化までの早さが意外性を持って、 受け止められた。角川プロデューサーの山下新平は、連載第1話の時点から近くを題材にした本作に注目していたとしており、キララキャラット2018年2月号掲載の第13話で、桜井美恵が森のマリに対して自分の夢を遠慮なんてしないでと激励するといった主要登場人物たちが将来の夢を語り合う場面に感銘を受けて、 企画を動画工房に持ち込んだと語っている。山下は、天体写真を趣味にしている熱心な天文ファンでもあり、星空の表現にはこだわりを込めたとしている。監督の平木大輔、シリーズ構成の山田由加、アニメーション制作の動画工房など、2019年1月から3月まで放送された、テレビアニメ、私に天使が迷い降りた、のスタッフが再集結している。 本作の第一話のエンドカードには、私に天使が迷りた。の原作者である、ムクノキナナツがイラストを寄せている。制作協力として、アストロアーツ、星ナビ、ビクセン、国立天文台が参加しているほか、資料協力として原作にも登場した、産業技術総合研究所地質調査総合センター、地質標本館、国土交通省国土地理院、西文道振興社、 宇宙航空研究開発機構が協力しており、原作ではぼかされていた製品名や書籍名の一部も実在の事物に置き換えられている。テレビアニメ版は原作単行本が期間2巻時点で放送開始され、最終話となる第12話において連載中の原作最新話であったキララキャラット2020年4月号掲載の 第38話に追いつく形で終了し、テレビアニメ版最終話の放送日翌日に発売されたキララキャラット2020年5月号で、テレビアニメ版最終話の続きに相当する内容が掲載された。テレビアニメ版では、原作者のクロウがシリーズ構成の段階から協力した上で、すべてのシナリオ会議に出席しており、放送中に刊行された。 参考本題3巻以降の内容も原作をなぞったものとなっている。原作から時系列の若干の変更や省略、テレビアニメ版で付け足された内容の保管もあるものの、物語の開始は原作同様に2017年の出来事であると設定されており、劇中に登場する雑誌も2017年に出版された実在の雑誌の表紙が使われている。一方、 テレビアニメ版は原作よりもコミカルさが抑えられ、星を見ながら落ち着いた雰囲気で見るような子供やアニメファン以外の幅広い層でも見られ、見返す度に発見があり何度も見られるような作風が意図されている。原作は難解な題材を扱いつつも4コマ漫画としてのオチと大げさなギャグで笑いを取る作風が持ち味となっているが、 それをそのままアニメで再現した場合、笑いを取る場面のたびに流れが中断されてしまうという判断から、テレビアニメ版では演出面の工夫によって見せ方を変え、しっとりとした成長ドラマとしての体裁へとアレンジすることを試みている。具体的には登場人物の想像が前触れもなく画面内に出現するような漫画的演出が避けられており、 地学分野の説明などで図書が必要な場合は、登場人物の手で紙に書かせるなど、その場に実存するもので説明させる演出が用いられている。本編がリアル寄りになったのに対し、原作のコメディ要素は、ミニアニメ、キラキラ増刊号の作風へと反映された。テレビアニメ版では、エンディング映像の時点で原作の劇中2年目より登場する、七海優と、 桜井千景が登場しており、第6話の文化祭では、地学部の展示を見に来ていたという原作での言及を反映し、展示を見に来た客として登場している。第11話では、石垣島に旅立った主人公二人を見送った、地学部員と卒業生たちが、合宿先のつくば市から石垣島の天候を案じるというオリジナルエピソードが挿入された。 本作ではリアリティを重視して、星空や天文機材に関する演出、作画をしており、原作と同様に場面ごとに細かく日時が設定され、星空の表現には純国産の天文シミュレーションソフトウェア、ステラナビゲーターのデータを使用している。プロデューサーの山下は、劇中には天文ファンや地学ファンが見れば気づくような天文描写や、小ネタを数多く込めていると語っている。 星空についてはリアリティを重視しつつも映像として美しいものにするために色味をリアルな見え方に近づけながらもアニメーション特有の処理をしている。望遠鏡の作画では制作協力のビクセンが提供する工業用カナダドルモデルや実物の機材を参考に 3D モデリングや作画を行っている。作品名のメインタイトルロゴは原作から配色が紹介編されており、 各所に主要登場人物のイメージカラーを配した物意と変更されている。各アイキャッチは主要登場人物が噴する王道中に星座とその誕生石がモチーフになっており、星座のうち最も明るい星が登場人物の誕生石へと置き換えられている。販売元は角川。各館には特典映像として原作単行本田一館後書きのレポート漫画を実写化した。 旅する小惑星が収録される。木の旗ミラ役の高柳友与と、真中青役の山口愛による、ウェブラジオ、恋する小惑星ミラと青のキラキラジオ、が、2020年1月9日から4月2日まで、音泉にて、各週木曜に配信された。キュアメイドカフェとのコラボメニュー、ガツの道かけパンケーキ同体アップカフェにおいて、提供された。 キラキラドリンク堂カフェで提供された恋する小惑星丼テレビアニメ化が発表される以前の原作とのコラボレーション企画としては NPO 法人地学オリンピック日本委員会の大会開放チオリン第19号に掲載された著者のエッセイ漫画があり本作の登場人物が著者や漫画編集者の役で登場しデビュー作や本作の執筆の経緯を披露するという内容のものが ある。この企画は著者が原作第11話に登場するつくば市の地質標本館を取材中に国際地学オリンピックの展示を見たことがきっかけで実現したもので原作第25話劇中では登場人物の井の瀬前が実際に地質標本館で見た展示をきっかけにして地学オリンピックの日本予選に参加するというエピソードがある。 またテレビアニメ化発表後の2019年に開催された第12回日本地学オリンピック予選では予選参加特典として本作のグッズが配布されている。地学オリンピックのエピソードであるテレビアニメ版第8話では地学オリンピック日本委員会が取材協力としてクレジットされている。原作には登場人物が部活動に使っている機器として 総合工学機器メーカーのビクセンの製品をモチーフに、下、天体望遠鏡や課題、ルーペなどが登場しているが、テレビアニメ版では、正式に同社が、本作の制作に協力している。地学部が使用している、ビクセンポルタ 2A80MF など、原作ではロゴが消されて描かれていた機器に、同社のロゴや製品名が書き込まれているほか、ツイッターコラボレーション企画が実施されている。 なお、テレビアニメ版の DVD、ブルーレイ販売元として IP ライセンスを有する角川は、テレビアニメ版放送後の2020年7月、ビクセンの本社が位置する埼玉県所沢市東、所沢にほど近い場所に、文化複合施設、所沢桜タウンを開業させる予定である。劇中で、登場人物が読んでいた、架空の雑誌、月刊天文ナビは、 テレビアニメ版では、アストロアーツが発行し、角川から発売されている、実在の雑誌、月刊星ナビに置き換えられており、現実に発行された雑誌の表紙が、劇中の設定上の年月日に合わせて使われている。星ナビを発行する、アストロアーツもテレビアニメ版の制作協力として、クレジットされており、同誌でも何度か本作の紹介記事が組まれている。原作者のクロウは、 日付などの設定には2017年から定期購読している月刊星ナビを参考にしているとされ、執筆中には原作単行本の場面ごとに日時が書かれた付箋を貼るなど矛盾のないように詳細に設定しているという。また、原作の執筆の際には参考として、アストロアーツの天文シミュレーションソフト、ステラナビゲーターを使用しており、テレビアニメ版でも、 設定上の年月日時刻に合わせた正確な星空を描写するためにステラナビゲーターの天体データが提供されている。原作にも実在の書籍として西文堂振興者が発行する天文年間が登場する場面があるがテレビアニメ版では西文堂振興者も資料協力としてクレジットされている。テレビアニメ版第3話では真中青の母親が サイエンスイラストレーターの仕事で描いたキャラクターという設定で先端加速器科学技術推進協議会のキャラクターゆるっと素粒子物理のグッズが登場しているが本作の原作者であるクロによるとこのゆるっと素粒子物理はクロ自身が前職の時にデザインしたものとされる第3話のエンドクレジットには先端加速器科学技術推進協議会が 資料協力としてクレジットされている。原作では、テレビアニメ放送開始直前となる、漫画タイムキララキャラット2020年1月号掲載の第35話から4月号掲載の第38話にかけて、沖縄県石垣島を舞台にしたエピソードが展開されているが、テレビアニメ版の放送開始と、同時期の二千二十年一月六日には、中通リズム推進協議会、 アニメツーリーズム協会とのコラボレーション企画として本作の登場人物が石垣島の天体観測スポットを紹介するという体裁のブックレットが同等の各所やその他協力施設で配布された。劇中に登場した天文施設もブックレットの中で紹介されている。原作の各和ナンバリングは単行本カバー扉の目次とウェブコミック配信サイト コミックフズ配信時の話数表記とで一致せず、単行本館等の書き下ろしエピソードを話数に含めるか否かで以降のズレが生じている。本校で単行本大 X 館 Y 話と表記する場合は、上記参考文献の単行本に準拠する。ありがとうございます。